理事は、李氏朝鮮の儒学者。郷はクリア、字は、祝婚。趣子学者として、李博氏と並ぶ二大儒と称される。李博氏の朱理説に対し主記説を展開した。朝鮮王朝に仕えていたが、清掃や貧困が蔓延して国防が、おろそかになっている国内の様相を憂いていたことでも、知られている。クリアの成果、カラス地区県。 死人堂の家でもある、大韓民国五千ウォン紙幣肖像画として、理事が描かれている。理事は、李元秀と、サル死人堂の三男として、公領に生まれた。字は祝婚、祝魂、号は、クリアである。母のサル死人堂は、死文や書画を良くし、両妻賢母として評価が高い。彼を生むとき、母親の夢に竜が現れる気づいがあったと、伝えられている。 この母の手ほどきで教育を受けた理事は1548年、わずか13歳で紳士の初見に合格し世間を驚かせた。16歳の時に母と死別して虚無間に囚われて、金剛さんで善を学んだ。母の母に服した後は学術に専念し、数々の文子と交際を結んだ。9回受験した過去で、すべて上限だったため、 九度僧元大やけと称された。高能性の改革に意を注ぎ、公会堂改修では、合薬や社像の実施に努力した。管理としては、塗装サロ霊宗サロ理想サロを、歴任、1568年に、民国に死者に立っている。その後も右副唱誌、理想藩書につき、趣子学に関する著作をものする一方、 現実社会における数々の事項に関心を持ち、それに即した政策定義を行っている。趣旨学者として、李博士と並び称される彼は決して儒学のみならず、多種多様の学問を積み、従来の趣旨学をさらに発展させた。理議論でも必ずしも主記の説に依拠せず、理通気曲折を唱えて合理的解釈を行った。理の気に対する優位は認めたが、 理の同性は否定した。女系徳の気一言論や創始の哲学の影響を受けていた。李博氏は、理気二言論において、理と気は互いに独立して対立しており、どちらか片方が欠けると宇宙を構成できないとした。それに対し李氏は、理は、無形無為の存在でありげは、有形有意の存在として、理は、気の主催者ではあるが気は、理が乗るだけであり、 一言論でも二言論でもなく宇宙の構成は、理と気がそれぞれ、互いを包括しているという気を念頭に置いた主張を行った。四単七条と呼ばれる人の性に議論を置き換えても、それは同じで、理広氏は四単は、理が八式がそれに従い、七条は、気が八式がそれに乗るという理と気の相互の能動性を、説いた。それに対し理事は四単や七条が、いずれも、 気が発して理がそれに乗るという一つの形式であるという包括関係を説いた。彼は儒学者ではあるが、その学問を実際の社会である政治、経済、教育、国防などに対しても適用させ、様々な施策を提言した。中でも1583年に14代国王、戦争に対し、10万傭兵を説いたことが知られる。このところ国事は、 国内においては、気候が崩れていて百官が職務を遂行せず、民は急乏して財物が不定していて、それにより兵力は弱くなっている。無事に時が経てば、ひょっとすると持ちこたえることもできるだろうが、一万日、戦争でも起きたら必ずや倒れ、もはや救済の策はないだろうと、朝鮮王朝の無能に退縮源を呈した定義を、していた。 この定義は朝鮮が国防を軽視している現状から、やがて来るべき北湖や、南和の侵略に対する施策として、常備兵の必要性を説いたものだが、民たちに負担がひどいという理由で帰り見られることは、なかった。16世紀前半の朝鮮は、市林派と、訓急派の政治闘争が激しく、ちょうど理事が管理となった直後、 1567年の戦争の即位からリン派が台頭する。しかしリン派の中で政策をめぐってアズマヒトと成人の闘争が表面化し、これらが趣子学の解釈の違いにまで闘争の材料に使われてしまう。アズマヒトは李披氏し、成人は理事の思想の流れを組む派閥であった。理事自身は闘争を仲裁していたが、 クリアの死後やがて闘争は激化し、内政や外交などの各面で深刻な影響を及ぼしたまま定義の11年後に、豊臣秀吉の文録、慶長の役を迎えることとなる。1584年に成去大韓民国の五千音紙幣の中で、肖像画が描かれており、2006年に発行された、進化にはその裏に、彼の母が描いた、草むしが描かれている。 ありがとうございます。